分布の可視化、もう一つこれ結構大きなところなんですけど、ヒストグラム解析による定量評価っていうことで、こちらですね、例えばこういう、ヒートマップでの表示っていうのは色分けをしてどれぐらいの状態のものがどこにありますよっていうのは分かるんですけれども、じゃあどれぐらいの状態のものがどれぐらいあるのか、どれぐらいの量あるのかっていう、その分布はなかなか分かんないっていう風なところになっております。これをですね、先ほどまでのところでチラッと出てきたんでお気づきの方もいらっしゃったかもしれないんですけど、このようにカラーバーがそのままヒストグラムとしても表現できるようになりました。まあ、一石二鳥の表現ができる、なかなか秀逸な表現の仕方かなと思うんですけれども、このようにですね、カラーバーがそのままヒストグラム、度数表になっているといったような機能が、付加されております。先ほどのこちらですね、傾斜区分を見たデータ、これで見ていただくと、この右側のカラーバーがそのままこうグラフ、横軸のグラフになっているような感じになっているかなと思うんですけど、このようにヒストグラムっていうボタンをオフの状態だと従来通り、一回押してあげるとこのようにヒストグラムで表現をします。あとはこのヒストグラムの分割っていうのをですね、粗め、細かめっていうので設定できるようになってます。粗いってするとこのようにメモリがだいぶ、ざっくりした形になって、細かくしますってするとこのようにですね、細い、グラフに、なっていくといったような、そういった形の、ものになっておりますね。でかつですね、このカラーマップ自体は、視覚的にただ、どれぐらいの量があるんだなっていうのが見えるだけではなくて、あとはここにマウスを持っていってあげれば情報も見えます。なので、40度から45度までの、領域がこれだけの面積ありますよ、全体に対する割合は 23% ありますよみたいなことがこのように分かるようになってるんですね。そのような形でこのヒートマップがそのままヒストグラムになるっていう風な、表現方法ができるようになりました。そしてこの、ヒストグラム対応のコマンドっていうのは実はいっぱいあります。トレンドポイントの中でこう色分けができるような機能に関しては大体できるようになっていると思っていただければいいかなと思いますね。でその中で例えば活用事例として、挙げられるのは、受光強度で色分けをした時に、基本的にはこのカラーバーっていうのが、最低値から最高値、データの中の最低と最高でメモリが構築されるんですけれども、実は大多数がここの中に入ってますよみたいな時ってほとんどこう一色の表示になってしまって分かりづらかったりするんですよね。でそういった時にこのヒストグラムがあればもう密集してるっていうのが分かりますので、それに合わせて表示の範囲を絞り込んであげればこのようにですね、より、知りたい表示の仕方にすることができるかなと思います。実際に先ほどのデータで見てみましょうかね。例えばこちらの着工前の状態の点を見てみますね。こちらの表示を RGB の色表示から、受光強度での表示に切り替えます。ちょっと見づらいので背景色をちょっと明るめにしますね。でこの際に受光強度の色の表示設定をヒストグラムで表しますってしてあげると分かりますかね。このような形でこの部分に分布がもうほぼほぼ密集してるっていうことが分かるかなと思います。なのでここでじゃあカラーバーの設定を下から、例えば、6500を、アンダーにして、マックスを32000ぐらいにしましょうかね。このようにしてあげて適用ってしてあげることで分かりますかね。その、密集してる部分に、範囲を絞り込むことによってより、細かな受光強度の色の違いで表現をするなんていう風なことが可能になるかなといったところですね。あとはですね、まあ、ベクトル差分解析なんかももちろんですし、変換の機能で位置合わせの機能が、点群と点群同士の位置合わせの機能であると思うんですけど、それの微調整をするときに、その際、誤差の分を、色表示をするってしてあげたときに、これも分布が分かるとですね、近似値の差が少なく位置合わせ精度高いものなんだよみたいなのが分かりやすくなっていくかなといったところです。では、私的に一番いいなと思ったのが、この出来型ですよね。出来型の
評価をする際に4種類の抽出方法ですねができるようになってますよね。でそれぞれで実際どうなのかっていうかヒストグラムで表示することで非常に分かりやすいかなというふうに思います。こちらですね、設計データがあって完成の点群があって、でこれをもとに出来型評価をしますっていう時に、じゃあちょっと飛行速度の点群をかぶせて出来型評価を実行しますとした時に、点群の評価点の抽出方法ですね、最下点、最上点、最頻値、中央値っていう4種類の抽出の仕方をして4パターンの評価の結果をトレンドポイントってこのように返してくれるんですけれども、この時にここの表示設定でヒストグラムの設定をオンにしておくことによって右側のカラーバーがそのままヒストグラムになってくれるといったようなものになっております。でこれのいいところは中央値だとこういう感じですよとか、最上点で拾うとこうですよ、それぞれの抽出の仕方によっての分布っていうのがですね一目で見えるようになってるっていうのもですね非常に分かりやすいかなと思いますし、これでですねじゃあこの抽出方法で確定させますみたいな形で選んであげることができるかなと思います。このような形ですね、まあいい判断材料になるかなといったところですよね。